はい、皆さん、こんにちは。面白雑談系の見た聞いた話。いや、木村拓哉主演ドラマ、未来への10カウント。いや、実に面白いですよね。今回は不幸話で明かされた桐沢の過去が暴露されますね。そしてまた、今回ズームアップされるのは、桐沢がコーチを務める松葉台高校ボクシング部の女子部員。水野あかりですね。山田杏奈演じています。まあ、強くなるためにボクシング部に入部してきた水野なんですが、桐沢に喧嘩で勝てるボクシングを教えてくださいと頼み込むんですね。その本当の目的は母京子を、まあ義理の父今宮の暴力から守るためだったんです。まあ今宮演じてるのが袴田義彦ですね。昨今この手の役柄多いですよね。しかしバッチリハマっていますよ、袴田さん。そして演じる山田杏奈にとってこの水野という人物、まあ、特に挑戦的な役柄だろうと思うんですね。まあ、常に怒りという闘志を燃やしているんです。まあ、山田アンナとしては初めてのボクシングへのチャレンジでもあるんです。まあ、ここはキムタクもそうなんですね。そして今回のいいですね、水野あかり。まあ初っ端からこの子いいなと思ってたこの山田アンナ、ちょっとフィーチャーしてみたいと思います。山田アンナですね、2011年開催されたチャオガール2011オーディションで、なんとグランプリを受賞してアミューズに所属しています。そして2018年公開されたミスミソーにおいては映画初主演を務めるんですね。逸材ですね。また同年、サチ色のワンルームにおいてテレビドラマ初主演を務めるぐらいの才能があるんです。そして翌2019年には、小さな恋の歌、まあ映画ありましたよね。演技が高く評価されまして、第41回横浜映画祭、まあ最優新人賞も受賞していますね。まあ学生時代は役者として活動しながら、勉学にも軸足を置いて、特に高校受験時、まあ家に帰ってから5、6時間、まあ休みの日は12時間も猛勉強するぐらいの、まあ再演で志望校には一発合格しています。いやー、なかなかの才能豊かな山田杏奈ですね。そして憧れの女優はなんと折原葵演じる満島ひかりだというんですから、この未来への10カウントね、山田杏奈にとっては願ったり叶ったりのこのドラマですよね。そしてこの山田杏奈、昨年の10月から撮影の合間を縫って練習してきた成果が見えますね。いや、あの腰の入ったあのボディーブロー、いやー素晴らしいと思います。まあ滑らかな動き、もともとこの山田杏奈、目力の強さが印象的な女優さんですね。この第3話では暴力に恐怖し、まあ、授業中に一人悩んでいるんです。リングの上で拳に勇気を込めて殴るといった振り幅の広い演技ができる女優さんでもあるんです。しかし水野は基礎練習ばかりのこのボクシングにもどかしさを感じてるんですよね。早くあの義父の今宮を倒したいという気持ちの焦りもあって、いやボクシングもやめてしまうんですね。で、基礎練習ばかりではなくて、この練習ができる、まあ桐沢の親友海ですね、安田顕演じていますが、経営するボクシングジムで、まあ、実践を学ぼうとするんです。まあ、桐沢はあかりの複雑な家庭環境を理解した上で、まあ、ジムでの練習を許可するんです。一方顧問の折原はあかりの悩みに寄り添いながらも、まあ、正規の教師職員でない桐沢が問題に深入りしつつあることをやはり心配しているんですね。で、ある日あかりがジムで練習していることを知った折原、それを勝手に許可した桐沢を問い詰めるんですが、折原は桐沢先生の責任で絶対喧嘩はさせないと約束できますかと小指をね差し出すんですね。これに桐沢はハッとするんですが、最終的にできますと一言言うんですが、
その圧に屈したのか、観念したキムタク、いや桐沢翔吾、自分の小指を彼女の小指に絡めるんですね。キムタクと満島ひかりが指切り幻魔してるじゃん。いやー、なんとも大人の指切り幻魔、ちょっとキュンとした人かなりいるんではないでしょうか。いやー、私もやりたい、キムタクと指切り幻魔とおっしゃる方、気持ちわかりますよ。いや、実に尊い指切り幻魔です。そしてジムの練習を終えた桐沢と水野、まあ、こんな会話を交わすんですね。いやー、キムタクかっこいいっすよ。本気で相手をやっつけたいなら死ぬ気でやれ。コーチ、どうして聞かないんですか？それほどバカじゃねえよ。お前にいろんな事情があることぐらいわかるっつうの。何かあったらいつでも電話しろ。と言ってさりげなく水野に携帯番号を書いたメモを渡すんですね。いやー、このところはやっぱりキムタクですね。しかできないかっこよさですよね。それを受け取った水野もポッとしてますよね、桐沢翔吾に。いやー、キムタクのかっこよさまた出ましたね。そしてこの第3話では水野の話をもとに桐沢の過去にもしっかりとフィーチャー、スポットライトを当てていくんですね。リングの上で桐沢と今宮が不幸話をして、そこで桐沢の過去を明かしていくというストーリーなんです。そこで桐沢は不幸話を次々と話していくんですね。ボクシングのオリンピック強化選手だったが、パンチを食らって網膜剥離になり、ドクターストップでボクシング人生が終わってしまったこと、また気持ちを切り替えて学校の教師にはなったんだが、妻と出会う、その妻が春ですね。しかし結婚して1年後に乳がんが見つかり、半年後に妻が亡くなってしまったこと、そして最後に友人に背中を押され焼き鳥屋を開業した、結構繁盛していたんだが、このコロナで店が潰れてしまったこと、と3ラウンドにわたって明かしていくんです。その間すべて今宮が負けてしまい、水野のあのキレのいいボディブローが炸裂するんですね、今宮に。そして倒れた今宮に向かって桐沢はこう言うんです。後ろばっかり見てても意味ないっすよ。生きていかなきゃいけないんですから、しっかり前見なきゃ生きてく理由なんて見つかりませんって。すると今宮が、お前はどうなんだと問われ、桐沢は水野と折原に視線を移し、少し微笑んだ様子で、今宮さんだってきっと見つかりますよ、不と不屈で行きましょうよ、ナイスファイト。いやー、かっこよくないですか、キムタク。木村拓哉しかできない技ですよね。未来への転換と、いやボクシングを逸材にしたドラマかと思いきや、いやいやそうではないようですね。第4話ではボクシング部内でですね、マネージャーの西山愛をめぐった恋の三角関係が勃発するようです。折原と桐沢の恋の予感、折原に恋をまた寄せる回も加わり、次回恋の炎が燃え上がる展開となりそうですね。いや、まだまだ目が離せない未来への10カウントです。それではまたお会いする日までごきげんよう、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いいたします。